マスタートです、ノカットの編集でお送りしてます1分間ゆうたくです、今は日曜日ですね。日曜日の午後、12時34分ですね、教会の礼拝が終わって、今自宅に、戻る前に駐車場で、短く収録しています。今外の現在33度です。暑いですね。昨日ですかね、2、3日前38度ってすごいですけど、また、上がりそうですね。12時今35分になりましたけど、今日の私のふるさと沖縄の方では本当宮古かな、台風6号ですかね、また台風の時期となりましたですね、また目が離せないですけど、暑さ寒さもそうですけど暑さも厳しいですね。私のふるさとでまた台風のシーズンとなりましたけど、台風また風が強いですね。まあ、1週間ごとに、台風が来ますね。大変ですけど、はい、皆さんこの暑い時また、台風のシーズンとなってますけど気をつけてください。こちらまだまだですけど、暑いですね。皆さん熱中症、また夏バテには気をつけてください。昨日ですね、石垣島のお姉さんからパッションフルーツが届きましたので、ゴーヤ、夏バテを乗るにはまた、朝ちょっと波照間島の黒糖ですね、ちょっと舐めました。夏バテ、夏この暑さを乗り切るには、まあ、睡眠としっかりとした食事ですね、特に夏バテ防止のために、まあ、夏の作物ですかね、こうや苦売りですね、また沖縄の石垣島に来てきたパッションフルーツ、また私の生まれた島の波照間島のサトウキビの黒糖ですね、夏バテにはそれぞれの食べ物が必要ですね。そういうことです。はい、苦売り、パッションフルーツ、黒糖波照間島の、はい、夏の果物で、この夏も乗り切っていきたいと思います。マスタードです、暑い中で車内が、してましたけど、マスタードの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。この暑い夏を乗り切りましょう。マスタードでした。次回も1分間遠隔でお会いいたしましょう。仕上げのスパシャムルズ、シャロム、シャロム、シャロム。